時間の彼方、The Way of a Single Day。 いい感じだね、今の。あー、さっきのサムネでいいな。え、何？オープニングすんごい凝ってるね。ね。ちょっと興奮しすぎちゃって今マイクの近くでさ、ずーっとなんか大声出してたんだけど、大丈夫かな？割れてない？出た実写映像。これ実際に撮ってんのかな？あ、お父さん見て。お花が咲いてるよ。ああ、ケシの花だ。綺麗だろ？群生するこの花が見られるのは、イランでもこの山だけなんだよ。どうして砂漠にお花が咲くの？どうしてだろうね。砂漠の土は痩せこけて植物に必要な水も少ない。お世辞も植物の彼らには適した環境じゃないはずだ。それでも彼らが咲くのは、やっぱり咲きたいと生きたいと願うからじゃないかな。お花が生きたいって願うの？多分ね。でも、そうだとしたら、彼らはとても力強く生きている。彼らは明確な意志を持って生きている。いいかい？ちょめちょめ。君も力強く生きなさい。意志を持って生きなさい。この世界は君にとって生きがたいようにできている。でも、君は生きなくちゃならない。もし生きるのが辛くなったら、理想を持ちなさい。力強く、意志を持って、理想を目指して生きなさい。自分のためではなく、他人のためでもなく、誰かのためではない、理想のために生きなさい。君なら、それができるはずだよ。なぜなら、君は、僕の息子なんだから。息子？これは坂東の話か。砂漠ってワードが出たから坂東かもしれないな。あ、そうだね。坂東ってあれか。イランと日本のハーフだもんね。出た。これがあれだ。その、SCP 財団に反抗する的なやつだよ。世界の敵だよ。素晴らしい。実験は成功だ。君は新しい肉体を手に入れた。不死身の肉体、口の骨、蘇る血肉。それがあれば、我々になれるわけではない。君は私の理想だよ。その体は私が思い描いた通りのものだ。お前は不十分だ。お前のような半端者は我々ではない。何を戸惑う？喜びたまえ。君は、サムサラになれたのだよ。ああ、これあれか、バンドか。違う？我々と、お前は違う。お前は、我々と共に歩めない。お前にその力はない。そうとも。君はサムサラだ。君は、完璧だよ。そうだ。お前は、我々ではない。お前は、バンド、出来損ないだ。はい、ということでバンドが来ましたね。あ、すごいね。本当にデモバージョンと違うな。バンド、起きたね。どこで起きてんだ？ベッド？白が映る。天井の色だ。どうやら、俺は目が覚めたらしい。最低限の寝心地しか提供してくれないベッドの上で。体を起こす。合成樹脂肥料、ん？樹脂塗料とコンクリートの匂い。わずかに宙を舞う埃。冷たい光を放つ電球。一般的な生活感とはほど遠い無機質な部屋。ここに監禁されてからおよそ1ヶ月。長えな。もう、この場所での寝食も慣れたものだ。第1部第1章。コンテインメント。ブリッジ、アーリー。2000ちょめちょめ年、9月1日、時刻、午前7時28分、財団日本支部サイト X3 収容所内。機動部隊員、バンド。さあ、バンドくん、主人公だよ。本当に何もねえな。
またあの夢か。夢を見た。懐かしい夢だ。俺が夢を見るときは決まって昔の夢を見る。あの鬱憤悪い悪夢。胸くそか。あの頃の思い出を嫌でも見せられる。もう見たくもないのに。できることなら早く忘れてしまいたい。まったく、財団が SCP-678 より便利な記憶処理剤を開発してくれればどれほど気が楽だろう。そう思いながら目元を指でさすっていると、こすっていると足元から何やら電子音が聞こえた。お前何？お前ほんと何？そこには一つ目の一つ目の救助を帯びた物体。なんだ、また来たのか。お前も大概暇なやつだな。まるで俺の言葉に返事をするかのようにそれは音を鳴らす。こいつは SCP-131。 これでも歴史としてスキップであり異常存在だ。だがこいつのオブジェクトクラスはセーフであり、スキップとはいえ安全な部類に属する。そんな政府の中でも特に SCP-131 は人間に友好的で害がない。その人懐っこさからアメリカではマスコット扱いされ、施設内でほとんど野放しにされていた。そして日本支部にも SCP-131 は何体かいるらしく、どういうわけか俺は彼らに気に入られたらしい。まったく、いつもどこから入ってくんだ。お前のやってることは立派な収容違反行為だぞ。そのうち問題になっても知らんからな。話を理解してるのかいないのか、SCP-131 は変わらぬ伝承音なく、おそらくだが俺の気を紛らわせようとしてくれているのだろう。彼らが人間に対する高い社交能力を有し、積極的に人を助けようとする行為はアメリカ本部でもよく知られていた。事実、SCP-131 のおかげで終了を免れた D クラスがいたことは報告書にも記載されている。まあ、ユークリッドやケテルのオブジェクトと比べれば何億倍も安全なのは間違いない。どうせ出ていけと言ったって居座るんだろうな。いいさ、好きにしろ。俺もそろそろ。003番、起きろ。承認言わんことをした瞬間、部屋の中にスピーカー越しの音声が響いた。見ればわかるだろう。もう来てる。俺は両手を上げてみせ、天井の隅に設置された監視カメラに向かって言い返した。相変わらず、何度やってもくれないやりとりだ。定期検診だ。いくつか質問をする。正直に答えろ。現在の体調はどうだ？良好だ。何も問題ない。体に何か違和感はないか？何も。よし。合言葉を求めてきましたか？ウィートの法則として知られる言葉です。周囲によく受け取られるための極めてシンプルな法則で、合衆国の理にとってのホップス、哲学におけるカント、財団にとってのウィートンと並べられて語れることもあります。その言葉とは？ Don't be a dick。バイタルサイン正常。体の外的変化なし。思考、記録の正常性確認。パスワードを認証。OK だ、003番。そんな警備兵の言葉を聞いて、俺は深くため息を吐いた。そうかい。そりゃよかった。ところで、この最低な合言葉はどうにかならないのか。決まりなんだ。諦めろ。それと、普及の自由には合言葉が必要だ。だが、シボレやロラバローザでは古いかな？リトリートヘルや、ライブフォーエバーではどうだろう？スピーカーから発せられた言葉に驚きを隠さなかった。それはかつて、中東で特定のラングレーインテリジェンスオフィサーが使った合言葉だったからだ。随分と久しぶりに聞いた。この合言葉を聞いたということは、面会だ。
おお、ちょっと飲み物を飲ませてもらうよ。疲れるね、ずっと喋り倒すのは。警備兵が それだけ言うと、厳重に毒された扉の電子制御が、制御が解除される。同時に、一人の男が扉を開けた。あ、開いた。海兵隊出身の諜報員が身内間で使った合言葉。また懐かしい。俺が覚えていなければ、どうするつもりだったんだ。その心配はない。お前は必ず覚えているさ。誰、そういう男だ。お前かい。おはよう、バンド。よく眠れたか。SCP 財団、日本支部所属、機動部隊指揮官、アルバート隊。いやー、懐かしいね。あなたのね、そう、渋い声ね、喋ると本当に疲れる。渋い声でそんなことを言いながら現れたのは、いかにも軍人なんちかとした風貌のアルバート大尉だった。大尉は、邪魔するぞ、と、部屋の中に入ってくる。相変わらず面白みのない部屋だ。こんなところに、一ヶ月を閉じ込めて悪かったな。別に、ちょうどいい休暇にはなった。これで、財団から有給手当が出れば完璧だな。だが、さすがに体がなまってきた。俺は首と肩をわずかに動かし、コキコキと音を鳴らす。名だたる村での一件があってから今日で約1ヶ月。現地、つまり村の中で活動していた俺は経過観察という名目で収容されていた。村で起こったジェノサイド。突如出現した巨大な肉塊。そして、死体で作られたサーキックカルトのシンボル。大方の予想通り、あの直後から財団日本支部は大混乱に陥った。これまで日本支部が関与したサーキック絡みのスキップや事件は、ごく少数存在した。だが、それはフランス、イングランド、中国など、どれも国外であり、日本国内での事例ではなかったのだ。しかし、ついに日本にサーキックカルトが上陸した。奴らが日本という、島国の中で呪しを上げたのである。俺はその呪しの真っ只中にいたのだ。加えて、SCP-610 のバイオハザードの可能性も拭いきれなかったために、最寄りの収容所に到着するなり、監禁対象となった。おそらく、俺以外にも、現地で駆けつけてくれた、ブラックオーク乗組員たちなども、同様の扱いをされていることだろう。そうして、監禁、観察状態が続いたまま、およそ1ヶ月が経過し、今に至る。ああ、そう言い出す頃だろうと思ってな。日本支部のお偉い方に、ようやく話をつけてきた。喜べよ、休暇終わりだ。では。そうだ。本日付でお前を私の新設部隊に正式配属となる。ここでの収容生活ともおさらばだ。忙しくなるぞ。そうか。ところで、彼女は？ああ、その話は少し待て。お前が収容されてる間に状況は大きく変わった。いろいろと説明しなきゃならん。だが、少々込み入った事情があったな。詳細は私から聞かせましょう。タイが何かを言いかけると、それを遮るような声が響いた。同時に。まさかあの、なんか左後ろにいたやつかな？白衣を着た。あ、違うなぁ。あのお面かぶったやつか。白衣を着た人物が部屋にやってくる。ですよね。うん。日本支部に長らく在籍したものの、ものの方が、説明に語弊が少ない。という建前で A クラスが外部出身者に余計なことを教えたくないだけ。そんな取るに足らない事情ですがね。はじめまして。お噂はかねがり、聞けを読んでいますよ。名だたる村事件の英雄。現れたのは、顔に不気味な仮面をつけた怪しげな男。表情は一切見て取れず、その佇まいは、
機械そのものである。あんたは、見たところ日本支部の研究員らしいな。失礼、ご挨拶が遅れました。私は、虎屋ウイローと申します。そうですね。気軽に虎屋博士とでも呼んでください。以後、お見知りおきを。すんげえチャラい感じの言い方しちゃった。 B クラス職員、セキュリティクリアランスレベル3、トライアウイロー博士、ドクター。なるほど。またキャラが増えたくねえ。